令和5年10月30日月曜日、不思議レモンネットラジオ、今宵不思議なラジオでということで、今宵も不思議の扉へようこそ、不思議レモンでーす。さあ、週の最初月曜日ということで、今週もどうぞよろしく。この後は、不思議ラジオ頼りのコーナーということで、週末からね、本当にたくさん、リプといただいておりましてですね、ジュリー関連、秀樹さん関連の、リプをご紹介したいと思います。それではフシギレモンの最新情報、フシギレモン何したということで、私フシギレモンの最新情報更新サイトの情報、そして、佐田健さん、そして西条秀樹さんの情報なども、一緒にご紹介したいと思いますが、ジュリーに関してはライブのやはり動きがありましたね。その辺のニュースも、詳しくご紹介したいと思います。そしてお次はレモンニュース&エンタメチェックのコーナーということで、今日のね、さまざまなちょい B 級なニュースをご紹介B 級って言ったら怒られるというふうに毎回思うんですけども、YouTuber のあやなんさんね、かなり人気ある方で、あんまり僕見たことないんですけど、その方が、結婚されていて、相手の旦那さんも、YouTuber なんですけども、その旦那さんと違うパートナーがいるということで、一気これ不倫なのかなと思ったんだけども、そうじゃなくて家族にも紹介済みという、なんだかよくわかんない、感じでね、新たな、なんかこう何なんですかね、一切多様性なんですかね、よくわかりませんけども。そして女性が行列する無料の自動販売機があるということで、その無料の自動販売機は化粧品のサンプルがもらえる自動販売機ということなんですけども、このようなニュースを今日はピックアップしてお送りしたいと思います。そしてフシスポのコーナーはレモンの千葉ロッテマリーンズの応援曲ということで、今日も、そしてトレンドレモンですけども、フシレモン月刊野球キングということで、月1企画、白熱しております日本シリーズの話などをご紹介したいと思います。今日も8時から30分間どうぞよろしく。この後はお便りのコーナーです。この番組は不思議音楽レーベルの提供でお送りいたします。シラジお便りのコーナーということで、今日も様々コメント等いただいております。ありがとうございます。まず YouTube チャットからローラさん、いつもありがとうございます。昨夜青春先生からご紹介になった、みんなあの先生名前が先生になっておりますけども、馬飼いのさんって、僕は前ね、あのひでもくで言ったと思うんですけども、ローラさんがですね、ちゃんと優しくですね、振り仮名を打っていただいておりまして、魔界の工事という名前なんですね。馬界の工事と書いて魔界の工事先生と、お呼びするということで、本当に申し訳ございませんもうね、ちゃんと調べろよって話なんですけどもね、もうちょっと前回はなかなか分数がね、ギリギリでございましてね、人調べできないところも、本当にお優しい秀樹さんファンのね、皆様という感じがいたしますけども、この魔界の工事先生、秀樹さんの初期の頃から作曲編曲を手掛け、秀樹ワードを作り上げた素晴らしい方だと聞いております。今話題の J 事務所、どの事務所なんでしょうねの方の曲もたくさん作っておられますよということで、秀樹さんの曲は初のオリコン1位になったちぎれた愛に始まり、激しい恋、歌唱シーンに痺れる炎、そして名曲ブルースカイブルーまで、数々の秀樹ワールドを作ったレジェンドですということで、すごいですね、魔界の工事さんね。ブルースカイブルーの作曲でしょうか。すごいですね。でも基本的にアイドルの歌ってね、あのクオリティ高いね、人が作りますから、クオリティ高い曲多いですから、だから J 事務所まああんな風になっちゃいましたけども、まあその作家人というのは本当に豪華なね、方々が多い魔界の工事さんもね、すっかり覚えました。ありがとうございました。そしていつもありがとうございます、青春さん。そして桃太郎さん、今回、とある映像をご紹介していただきましてですね、なんとジュリーと秀樹さんが共演しているという、これはテレビ番組ですよね。何の番組なんですかね、びっくりしましたけどね。まあちょうどその時僕はあの夜、これ9時ぐらいだったと思うんですけど、9時前かぐらいだったと思うんですけども、あのパッと見たらですね、青春さんから、リプいただいておりましたんで、ちょうどその時鍋を食べておりましてですね、でこうお皿を持ってそのお肉をですね、こう口に、こうね、入れようとした時にですね、まあ、下品ですよね、そういう時にスマホ見ちゃダメだという話なんですけど、こうちらっと見てですねそのままこうフリーズしたまま15分ぐらいお肉をこうお箸持ってこう口に入れようというそのポーズのまま15分ぐらい見てしまいましたけども、いやーすごい共演ですよね。こうジュリーがこうね、多彩な変化球で、
ね、こう歌う、その横で秀樹さんがこう直球で歌うみたいな、もう本当に神二人の共演という感じいたしましたけども、なんかでも秀樹さんはすごくこうジュリーのことをこう目がキラキラして、こうなんていうんですかね、リスペクト、僕はあなたのことがすごい好きなんだよっていう、なんか雰囲気がすごく出てて、あ、いいなと思って。でもなんか時の過ぎゆくままに歌うシーンがあって、その時はすごいこうマジでこう負けませんよみたいな感じの直球ストレートで勝負してるような感じがあってですね、結構鳥肌な感じでございましたけどね。で、まあそちらを、まあ言ったんですよね、僕がまあご飯止まったというふうに言ったら、ミッション成功で秀樹とジュリーが2人並ぶって神だよねということでね、2人の 色系 どっちがなんて選べない、どっちもなんてこの贅沢三昧動画ということでね、なんかやっぱり当時のその学校とかでは、その女子の間でね、ジュリー派秀樹さん派という感じで結構やっぱりその分かれていたというふうにね、前どなたかが言っておりましたけども、でこれはあの桃太郎さんがね、いつもありがとうございます、見つけてくれたということでね、やっぱりおしれもさんもキャーしましたねということで、ジュリーの隣で歌えることが嬉しすぎるという秀樹の表情が可愛くて萌えですというふうにねおっしゃっておりまして、時の過ぎゆくままにジュリーとは異なる色気があると思いませんかということでね、やっぱりねそんな感じしますよね、あのさ、ジュリーの横で歌ってることをすごいこうキラキラ、目がキラキラされていらっしゃいますよね。で色気ねありますよね、やっぱりまたジュリーと違ったね、もう本当にグッとくる秀樹さんの時の過ぎゆくままにでございますけども、本当にお二人どうもありがとうございました。そして酒のつまみさん、コメントありがとうございます。3つほど、ご紹介していただいておりましてですね、 X の方でまだジュリーか秀樹か永遠の命題ですが心のままでいいですねというふうにねおっしゃっていただいておりましてありがとうございます。ロック評論家の伊藤清則さんは、お二人を商業的に成功した歌謡曲歌手の中でロック要素を感じさせる二大巨頭、左大臣右大臣と称しておられましたということでね、この、リポを受けてですね、僕もあの、ジュリー秀樹さんの、例えあるあるっていう形でまあ X でご紹介させていただきましたけども、まああの、僕のまあ一つのこうテーマじゃないんですけども、なんかちょっとこう、まあ、人生を変えたような秀樹さんの発言でね、ジュリーと秀樹さんの関係性はシャープとフラットっていうふうにおっしゃっていて、ああそれはすごいな、確かにそうだなという感じで、で、伊藤清則さんはこの2人を二大巨頭、そして左大臣右大臣というふうに称してらっしゃったというね感じなんですけど、あの70年代ってね、やっぱ J-POP でくくりがないじゃないですか。そう考えた時にもし J-POP というくくりがもう70年代からあったら、間違いなくジュリーと秀樹さんはこの2人がもう中心というか、70年代の J-POP を作られた、本当に伊藤清則さんおっしゃるような二大巨頭であり、左大臣右大臣で間違いないなという感じはいたしますよね。なんかちょっとあの残念なのは、そのアイドルとそのなんかアーティストミュージシャンがこう、ね、ぐちゃぐちゃになったような感じあるじゃないですか、70年代って。そこをこうパッと割った時に J-POP という括りをすると、間違いなくその中心はこのお二人かなという感じもねするんですけども、そして、その伊藤清則さんとの、対談があったという、秀樹アンフォーゲッタブルという A 面集に解説を書いたりしてくれて、いますというようなね音声のご紹介、そして富士山麓でライブされたということで、それが1975年7月20日ということで、その映像もねご紹介していただいているので、これは野外フリーライブということで、そういう感じなんでしょうかね。ちょうどなんかジュリーが比叡山フリーライブを行った時と全く同じ日に行っているということで、この辺もやっぱりね、このお二人はすごいなという感じもするんですけども、でも秀樹さんの衣装すごくて、なんか白い、これはショートパンツなんですかすごいセクシーな感じのねファッションでございましたけどもね、本当にあのたくさんねいろいろ教えていただきましてありがとうございました。ということで、一曲挟んで、不知れもな店のコーナーです。
知りも何した。このコーナーは最新の不思議もんニュースを自分自身でじゃあというコーナーでございます。なぜか月曜日は声が裏返るということでお送りしておりますけども、私不思議もんの最新情報、更新情報、そしてジュリー沢田健さん、西条秀樹さんの最新情報なども含めましてご紹介していきたいと思います。まずはネットの配信予定から、土曜日の12時半は、不思議もん123、月間123でラワー沢田健ということで、ジュリーのね、1ヶ月のニュースまとめということで、月1企画でお送りしておりますけども、配信しております。不思議も公式 YouTube の方で配信しております。日曜日の夜10時は日曜読み知事のレディオバーのプレイバックでございます。不思議テレビジョンにて配信しております。そして日曜日の深夜日付変わった月曜日の AM1 時、日曜読み知事のレディオバーの新作でございました。今回は、テーマはですね、木杉隆夫さんということでね、いいんですよ木杉さんの歌ね、ピックアップしてですね、語っております。ぜひ聞いてみてください。日曜日 AM1 時のレディオバーは日曜日の深夜日付変わった月曜日の AM1 時、シギレモン公式 YouTube でプレミア公開、プレミア公開終了後はシギテレビジョンにて配信、シギレモン公式では概要も同時に配信しております。朝9時、本日のシギレモーニングカフェということで、今日はロードランナーということで、これ旧バージョンですね、結構この秋っぽい雰囲気にもねぴったりのナンバーでございます。結構まあバラードではなくてね、疾走感あふれるまあ、ロックポップナンバーでございますけども、朝9時配信しております。正午、シネコニャンズアワーということで、今日はシネコニャンズのつぶやきということで、温まるお嬢母嬢ということなんですけどもね、ちょうど秋ぐらいになるとですね、まあうちも、ホットカーペットをねニャンズのために出しておりますけど人間様の僕は全くそういう暖房器具もちろん使ってませんけど、もう猫はもう寒がりなんでね、もう過保護なんでね、もうこの時期からホットカーペットすごいですからね、10月に出して結局5月ぐらいまでホットカーペットついてます。6時レモンチューブステーション、今日の最新楽曲のご紹介ということで、今日は U2 アトミックシティということでね、 U2 の新曲、もう大レジェンドでございますけどね、かっこいいナンバーでございます。6時配信しております。6時半レモンジュリーステーション、沢田健さんの最新ニュースとともにご紹介したいと思いますが、やっぱりね、金曜日に愛知公演のライブの、まあ、ご紹介したと思うんですけども、レモジュリーニュースの方でね、そのレモジュリーニュースでも言ってると思うんですけども、ローソンチケットだけっていう風になってたんで、ひょっとして直前で、チケットピア と、e プラスでも発売になるかもしれませんっていう風に言ったと思うんですけど、まさしくその通りになってですね、ただ愛知公演だけじゃなく全4公演が先行、再販売という形になっておりますけど、これはどういうことなんですかね、追加という形になったんでしょうかね、ちょっとよく分かりませんけども、今日はそのようなニュースをレモジュリーニュースでご紹介しております。6時半、シギレモンニュース、沢田健チャンネル、レモンジュリーステーションにて配信しております。7時、本日のシギレモンニュースということで、今日は私のナンバーのご紹介です。7時半、シギレモン楽曲配信ということで、今日は私の楽曲、シギレモンでフラワーモンキーツアーの過去スタジオライブ厳選集ということでお送りしております。テイク A でございます。7時半配信です。8時このラジオ、現在シギレモン公式 YouTube でプレミア公開中、プレミア公開終了後はシギテレビジョンにて配信、シギレモン公式では概要も同時に配信しております。9時、細かすぎる西条秀樹切り抜きということで、秀樹さんのニュースも合わせてご紹介したいと思いますけども、まずは今日朝配信になったニュースポスト7に、もんたよしのりさんの愛と秘話ということで、西条秀樹さんに託した名曲ギャランドゥと歌手活動を後押しした最愛の妻という記事がね、これだからギャランドゥのねタイトル通り、秘話という形でご紹介されていらっしゃいます。そして、番組、テレビ番組でね、衛星劇場のそのカックラ現代放送のシャープ342、342回、12月17日、1982年の、放送分なんですけども、こちらが明日放送となります。秀樹さんは漂流者たちを歌われ、1982年ですからね、80s サウンドっていう感じなんでしょうかね。どんな感じの楽曲なんでしょうか。野口五郎さん、舞っていうね漢字一文字で舞って、これもすごく気になるどんな曲なのかなという感じもいたしますけども、明日ね、8時半から衛星劇場で放送となりますので、ぜひチェックしてみてください。そして、切り抜きの、ジュリーバージョンも今日は同時配信となっております。9時でございます。ぜひチェックしてください。10時から1年前のシレモコンテンツを再配信プレバックシレモ、1年前のシギレモンニュースはファンサイト演奏室、1年前の小用式なラジオでのプレイバックはシギテレビにて、10時プレイバック配信いたします。ぜひチェックしてください。今日のネット配信予定でございました。今日のシギレモンシジルということで、この声を聞いていただいて分かりますけど、若干お疲れが、
だいぶ取れたんですけども、日曜日上もめちゃくちゃヘロヘロでございましてですね、別に、そういうなんか倒れるとかそういうものじゃなくてですね、ただ単に疲労疲れ。もうずっともうね、疲労疲れだけどやることがいっぱいあってですね、この音楽っていうの、まあ、この自分の活動以外のさまざまなちょっと、お仕事があってですね、それをちょっと片付けないといけないということで、まあ、朝からいろいろやっておりましたけどね、疲れましたね。そんな感じで、まあ、声は疲れておりますけども、全然、元気で。本当かよ。元気でね。そんな感じで、うっちんは元気です。ということで、そんな感じで、今日は朝から、ね、あ、そうそう、もうジュリーのね、あの、火曜の21時はね、あの、金曜日に言ったと思うんですけども、あの、ジュリーのドラマ年表という感じでね、70年代のやつはもう撮れてですね、もう完成もしたんですよ、今日の朝。そういうのちゃっかりやるというね。で、昼またいで、このラジオが12時半からラジオ収録、その後、ジュリー音声収録、その後、編集作業など、今日は一日そんな感じでございました。CM 挟んでレモンニュース&エンタメチェックのコーナーです。フシギレモンファンクラブ演奏のお知らせです。フシギレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、フシレモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくはフシギ音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。不思議レモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円。月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス、チューファイン。月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングル、アルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。フシギレモンライブスペース電脳フシレモショー、月額1100円でフシギレモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくはフシギ音楽レーベルサイトまで。フシギテレビジョン、フシギ音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題。月額1100円。フシギテレビジョン、フシギテレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。フシギレモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。フシネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。レモンニュース&エンタメチェックのコーナーでございます。このコーナーは最新のニュース&エンタメを独自の視点で、あや声有効なでございます。声がクリアになっておりますが、思いっきり昼寝をしてですね、先ほどの不思議も何したの後でちょっともう意識が遠のいて、そのまま、いつの間にか寝ておりましてですね、気がついたらニャンたちに囲まれていたっていう飯はまだかという感じでね、もう爆睡しましたけどね、おかげでもうすっきりいたしました。まあそんなことはどうだってよくてですね、それではこちらから、こちら10月30日日刊スポーツより、あやなん夫しばゆうとは別に公認のセカンドパートナーの存在公表ということなんですけども、 YouTuber のあやなんさんがですね、旧 TwitterX を更新ということで、 YouTuber グループ、東海オンエアのメンバーで夫の芝優とは別にセカンドパートナーがいることを公表したということなんですけども、まあ要するにそれぞれの、夫婦、旦那さんとこの、あやなんさんには、別の恋人がいると、結婚してるけどもと、でその4人でディナーをしたこともあるという、ことでございましてですね、まあ公認ということなら別にね、まあ他人があやこや言う問題でもないのかなと思うんですけども、まあただどうしてもその結婚という制度がやはりその今の男女間のそのまあ言ったら形の前のね、結構まあ古い制度だったりしますから、まあこのような形で新しいね、形を作られる方もいらっしゃるということで、まあそれに関して周りがね、とにかく言う問題でもないしね、まあただどうなんですかね、それだったらまあ別に夫婦じゃなくてもいいんじゃないかなと思ったりするんですけども、まあある種その子供のことを考えたりとかいうことを、思うと、とりあえず夫婦というのは夫婦という形を作って、それぞれがそれぞれのまた違うパートナーを持っているということでね、まあなかなか、まあ今後は多様化も進んで、こういう新しい形も増えていくでしょうね。
こちら10月30日毎度なニュースより、女性が行列する無料の自動販売機、昼には空っぽ、参加企業側にも人気、タダでできる仕掛けとはということなんですけども、女性がずらりと並ぶ自動販売機があるということで、それは大阪のルクア大阪という、場所にある、コスメショップアットコスメというね、これ結構有名なね、女性のそのコスメとか中心に置いている、まあネットのサイトでも有名ですよね。でそこのまあサンプルが、自動販売機に、設置されているということで、もうあっという間に、まあ、売り切れてしまう、無料ですからね、うん、時間指定の整理券まで配布されすごいね、自動販売機なのにねということなんですけどもね、あのよく言われるのは、その男性女性でね、そのまあ売れるものっていうかね、まあ、男であれあったら、まあ、エロ関係ですよね。女性で言うと美容関係がとにかく、まあ、めちゃめちゃそのヒットするという、お金になるということはまあ結構ね言われているわけなんですけども、まあ、やっぱりこうね、女性の場合どうしてもね、こう美をね、保ち続けたいということがありますが、それがそうただでもらえるとなったら、それはまあみんな並ぶわなっていう感じもいたしますけども。シスポー、ここからはスポーツの話題をお送りしたいと思います。レモンの千葉ロッテマリーンズ応援曲ということで、今日でフェニックスリーグ、最終戦ということだったんですけども、広畑投手がね、4回無失点ということでね、そして28日、29日の試合では、安田尚憲ちゃんが、2試合連続のホームランということでね、来季に向けていい締めができたのではないでしょうか。一曲挟んでトレンドレモンのコーナーです。トレンドレモン、新しいもの流行りもの好きの私シーレモンが最新のトレンドについてあやかるトレンドレモンのコーナーでございますが、月曜日月1企画シレモン月間野球キングということで、野球についてですね、ご紹介、まとめご紹介ということでお送りしたいと思いますが、ペナントレースは全て終了となりましてですね、まあ、結局、順位通りのクライマックスシリーズもね、セリーグは1位阪神、2位広島、3位 DeNA と、でパリーグはオリックス1位、2位が我らが千葉ロッテマリーンズ、3位がソフトバンクと、でそれぞれがまあ、クライマックスシリーズで、勝ち上がってですね、結局、セリーグは阪神、パリーグはオリックスが勝ってですね、日本シリーズが、土曜日から行われていますけども、まず土曜日の初戦ですね、8対0で勝利ということで、阪神が勝利どっちが勝利なんだっていや、まあ見てましたけども、いやすごいですね、山本由伸って言ったらマリーンズがもう全く打てないような、まあ日本一のピッチャーなわけなんですけども、8対0ですよ。いや村上投手がもうめちゃくちゃ良くてですね、やっぱ阪神強えなという感じで、これはそのまま阪神行くのかなと思ったら、昨日の試合ですよね、
やり返すオリックス8対0で、勝利ということで、宮城が良かったですよね。もう全く阪神はね打てませんでしたけどね。いややっぱ面白いなという関西対決、両者ともめちゃくちゃ強いので、どっちが勝つんだろうなっていうね、本当になかなかこの先読めないなという感じでございます。トレンドレモンでした。お送りしてきました不思議レモンネットラジオ、今宵不思議なラジオということで、明日は火曜日になります、夜8時から同じくお送りしたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。不思議レモンでした。手は優しい。